はい、元マスゴミのサッキーと言います。よろしくお願いします。今日の話はヤバすぎる新番組TBS ラビットの衝撃、まさかの〇〇5選ということで、人気芸人の麒麟の川島さんが初の朝のメイン MC ということで注目を集めて始まった TBS の朝の新番組ラビットっていう番組で、かなり衝撃が走ってるということで解説をしたいと思います。ということで早速ヤバすぎる新番組ラビット、一つ目の衝撃はまさかの初回から視聴率を下げる。はい、初回から視聴率を下げるっていうことがどういうことかって言いますと、ラビットの前にやっていたグッドラックっていう番組の、まあ、ラスト1週間の平均視聴率よりも下がったっていうことなんですね。で、これって通常はありえないんですよ。なぜかっていうと、まず注目度が全然違うからです。例えば NHK の大河ドラマとかでも、何でもそうなんですけど、初回って視聴率が高いんですよね。当然初回は注目度が一番高いわけなので、でそこから面白くないと、まあ、徐々に下がっていって、後半はだいぶ低くなるっていうことがまあ通常なわけですよ。で、今回のケースはそもそも前の番組が終わるっていうことは視聴率が低いから終わってるわけなんですね。前の番組要は打ち切られたっていうことなんですけど、これが回転の早い夜のゴールデンタイムとかならそれほどインパクトはないんですけど、朝の帯番組の場合ってそう頻繁に終わったり始まったりする枠ではないんで、そんな中新しい番組に変わるっていうことはまあ結構珍しいことなんで、それだけ注目度が高くなるんですね。特に今回は麒麟の川島さんが初めて朝のメイン MC になるってことで、まあいろいろなところで番宣したりして、まあ、話題作りをしていたんで、でこれはまあどう考えてもとりあえず初回は高くなるんですよ。で、結果はどうだったかって言いますと、前の番組のグッドラックの最後の週の平均視聴率が 3.5%、 ちなみに同じ時間帯の裏番組の視聴率は日テレのスッキリが 7.8% で、テレ朝の羽鳥さんの番組が 10.2%、 フジテレビの徳ダネが 5.9% というわけで、他と比べてグッドラックまあ、確かに低いんですね。で、打ち切られて、で満を持してスタートした新番組っていうのがこのラビットで、その初回の視聴率がなんと 2.7% とだいぶ下がってます。 3.5% が 2.7% って結構しっかり下がってます。ちなみに裏番組は日テレスッキリが 8.8% に上がって、でテレ朝羽鳥さんの番組も 10.6% に上がって、フジテレビは徳ダネが目覚まし8っていう、まあ、番組に変わってこれは 6.2% に上がっていると、要は他の全てが上がっている状態で、でそんな中最も注目度が高かったラビットだけが落ちてるわけですね。しかもおそらく、まあ、ラビットも番組の冒頭の入りの部分の視聴率は高かったと思うんですね。まあ、テレビ番組だと1分ごとの視聴率の変化が見れる毎分視聴率グラフっていうのがあるんですけど、1回のスタートから終わりまでの平均が2.7% なんで、おそらく入りが 5% とかで始まって、でそこから下がっていくっていう、まあ、こういうグラフになると思うんですけど、これの平均が 2.7% っていうことですね。なので最後の方は、まあ、2% とか下手すると 1% 台だったんじゃないかなと推測されます。まあ、どんなもんか見てみようっていう人が最初 5% ぐらいいたけど、最後まで残ったのが 2% 以下、これはつまりポテンシャルとしては 2% 以下っていうことになるんで、このままだと 2.7% でもまだいい方で、今後も回を重ねるごとにさらに下がっていく可能性が高いということが言えるわけですね。ということがまず一つ目の衝撃です。次の二つ目、ヤバすぎる新番組ラビット、二つ目の衝撃、まさかのワイドショーじゃない。はい、もちろん絶対にワイドショーがいいということではないんですけど、日々 のニュースに対して、まあ、キリンの川島さんがどう喋るのかっていうのが面白いところなのかなって思ってたんですけど、まあ、例えばスッキリだったら、加藤浩二さんがどう言うのかとか、まあ、日曜日のワイドなショーだったら、松本人志さんが何て言うかとかっていうところがまあ面白いところなわけですよね。つまりワイドショーっていう要素に、まあ、キリンの川島さんをぶつけることでどうなるのかっていうことなのかなって思っていたら、結果始まったのはただのよくある情報バラエティみたいなやつで、なんか半回転を2回やったら1回転しちゃって普通になっちゃったみたいなパターンで、なんか結局いつもやってるようなことを朝に始めただけっていう、まあ、状態になってると。しかも内容は全編企業案件です。コンビニのスイーツのランキングだったり、冷凍食品ランキングとか、声優とかユニクロで買い物をするみたいな、よく見る3分で思いついたような企画なんですけど、この企業案件のパターンって、まあ、他の番組でも、まあ、夜とか見ると結構すごい増えてて、理由は作るのが楽だからなんですけど、これが週1回ぐらいの放送の
のペースならいいんですけど、毎日あれをやっちゃうと一気に飽きられますし、すぐにネタもつきそうなので、多分他の番組にも影響が出るんじゃないかなと思っています。なので多分ラビットの企画会議で一番時間かかったのって、番組名の美を日に点々にするのか、うに点々とちっちゃいにするのか、どっちにするかっていう、なんかそこが一番時間かかったんじゃないかなと思います。こういうどうでもいいことに限って結構スタッフ全員で多数決とか取っちゃったりするんですよね。じゃあまずは日に点々がいいと思う人手挙げてみたいな感じで、ちなみにこれマジですからね、だいぶやばいですよね。まあそんな感じの内容なので、こうなっちゃうと、そもそもキリンの川島さんを起用する意味がないですよね。川島さんもちろん初のね MC ということで気合も入ってるでしょうし、まあ頑張ってるわけですね。でそこがまた内容のつまらなさと川島さんの頑張りがマッチしてなくて、キャラを生かすどころか本来のキャラを殺しちゃっているというのが、2つ目になります。次のですね、ヤバすぎる新番組ラビット3つ目の衝撃は、まさかの日本で一番明るい朝番組。はい、なんか番組のコンセプトが日本で一番明るい朝番組っていうことみたいなんですけど、朝って明るさっていりますかねっていう話で、これは自分だけかもしれないんで何とも言えないんですけど、朝はなんか静かにスタートしたいなと。なんか YouTube の焚き火動画ぐらいからなんかスタートしたいんですよね。で一歩譲って爽やかくらいな感じならいいかもしれないんですけど、番組見る限りだと、まあ明るいというよりはなんかむしろうるさいっていう感じなんで、まあどうなのかなみたいな。なんか朝学校に行くと途中でなんかめっちゃ喋るやつとばったり会っちゃって、そいつと一緒に学校まで行かなきゃいけない時みたいな、なんかそんなだるさと言いますかね、学校に着いた頃にはなんかもう3時間目かっていうぐらいな疲れてるみたいな、なんかそういう状態になんか近い感覚かなと。であそこまで番組のテイストが変わるっていうことは、おそらくスタッフのトップとか、もしくはスタッフ全般が以前とガラッと変わって、多分今はバラエティ担当のなんかスタッフが中心なんじゃないかなと思います。でもしそうだとすると、朝のテレビとかって見たことない人が作ってるんじゃないかなと、いうふうに思うんですよね。というのが、まあ、3つ目になります。はい、で、次のヤバすぎる新番組ラビット4つ目の衝撃。まさかの出演者がほぼ芸人。はい、MC が麒麟の川島さん で、他にも曜日ごとに日替わりでレギュラーの出演者が出ていくんですけど、これが結構また衝撃的で、ざっくり挙げますと、ぼる塾、ミキ、丸山桂里奈、宮下草薙、ビビる大木、アンタッチャブル、柴田、若槻千夏、見取り図、イグジット、ニューヨーク、クッキーっていう、芸人の中でも重すぎだろっていうメンバーが揃いましたと。でもちろんそれぞれはまあ人気もありますし、まあ、面白いと思うので、夜の番組とかだったら全然いいと思うんですけど、朝からこれはちょっときついなと。これはもう朝ごはんで言いますと、なんかとんかつ&牛しゃぶのせこってりカレーライス激辛とか、麻婆担々麺がけ豚キムチチャーハンと か、ダブル牛ステーキ重と特製タルタル唐揚げセットみたいなものなんか朝から食べさせられてるみたいな、胃もたれしかしないっていうのが4つ目になります。で最後のヤバすぎる新番組ラビット5つ目の衝撃、まさかの結論、志らくの時のがマシ。というわけで結論、あんなにつまらないつまらないと叩かれまくってた志らくさんのグッドラックの方がまだマシっていう、まあ衝撃が5つ目です。ちなみに初回で下げた視聴率なんですけど、案の定まあ2回目の放送でも視聴率 2.1% とさらに下げております。で最後に今後どうなっていくのかっていう話なんですけど、よく新番組は慣れるまで1年はかかるとか3年は我慢が必要とかって言うんですけど、それはなんかこれまで見たことがないような新しいことにまあチャレンジした場合に、最初は受け入れられなかったっていうケースなら当てはまるんですけど、要は番組が先に進んでて視聴者が後からついてくる、要は徐々に慣れてくるっていうパターンも考えられるんですけど、今回の場合は違うんですよね。内容に新しさとかっていうのは特になくて、まあ、いろんな番組でもよく見かける、まあ、むしろもう見飽きてるぐらいの内容を寄せ集めてる感じなんで、1年で見慣れるもクソもなくて、もうすでに飽きてるっていう話なんですね。こうなると番組側はじゃあどうしていくかっていうと、まあ、おそらく 2,3 週間くらい様子を見て数字が上がらない場合はテコ入れっていう話になってきます。ただもしスタッフがバラエティ中心になってたりすると、急にワイドショーに戻すっていうのはまたスタッフ全体を変えなきゃいけなくなるので、結構難しいかもしれないですね。なのでしばらくはバラエティのこのままのノリで、まあ、もがいていくしかないのかなと思います。まあ、例えば、まあ、ありがちなパターンとしては、まあ、なんかさらにクイズコーナーを増やしちゃったりとか、まあ、今なら東大生出しちゃったりとか、あと何でしょう
ね、まあ、企業案件の対決色みたいなのをもうちょっと強くしちゃったりみたいな風になっていくかなと、要はドツボにはまっていっちゃうパターンですね。はい、というわけで以上ですね、やばすぎる新番組 TBS ラビットの衝撃まさかの〇〇5000という話になりました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。